こんにちは、原町接骨院久松です。今回は綺麗な血管が大事、血管美人は見た目も中身も美しいということでお話しいたします。はい、今回は血管のお話です。血管、すごくね大事でね、血管がいい状態だと見た目も中身もすごくいい状態になるんです。今回はそれについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは綺麗な血管意識するようになるはずです。ではお話しいたします。そもそも血管ってすごいんですよ。あなたの血管をつなげた長さってのは地球2周以上9万キロあると言われております。めちゃくちゃ長いんですよ。そして血管を全部広げて合わせた総面積、それは6畳の部屋の300倍あると言われております。はい。ですからね、血管ですごく大きくて精巧な臓器なんですよ。はい、もう意外ですね、血管ってそんなにねすごい大きさがあるってのは。そして厚生労働省が発表した我々の死亡原因なんですけども、3位が脳血管疾患、そして2位が心疾患なんですよ。ですからね、血管にまつわる死者が多いんですね、我々。っていうことはですよ、血管をきれいにすることは死へのリスクを減らすことになるんです。はい、血管をきれいにすれば長生きできるんですね。そして血管のきれいな状態、血管のきれいは顔や見た目のきれいにも直結するんです。っていうのは、血管が酸素や栄養を運ぶんですよ。ですからもうしっかり、ね、血管がきれいな状態で、酸素栄養が全身に運ばれると当然見た目もきれいになっていくわけです。またしっかりね、血液ね、血管がきれいだと全身に供給されているんで、体調が良くなり、自律神経も整いやすくなってきます。いいことしかありません、血管をきれいにすると。じゃあ血管をきれいにするためにどうすればいいかっていうと、方法は、ある栄養素を2つ取ることなんです。一つ目はビタミン D3 という栄養素。これは、心疾患の人には足りないと言われております。そもそも我々日本人ってビタミン D が少ないと言われてるんですよね。では、増やすためにどうするか、日光を1日20分浴びるようにしましょう。そして、魚を多く食べるようにしてください。そして二つ目がビタミン K。このビタミン K ってのはビタミン D3 の相棒的な役割で、納豆とかほうれん草に多く入っております。ですからね、しっかりね、日光を浴びて、1日20分。そして、魚を多く食べて、納豆やほうれん草、積極的に食べるようにしてみてください。ということでね、今回の話もう一度復習すると、血管をつなげた長さってのは地球2周以上9万キロあります。そして広げた血管の総面積は6畳の部屋の300倍あるんです。ですからね、血管はすごく大きくて精巧な臓器です。そして我々ね、もう死亡原因、厚生労働省が発表された死亡原因の中で3位が脳血管疾患、2位が心疾患と血液にまつわる死者が多いんです。ですから血管をきれいにすることは死へのリスクを減らすことになります。そしてさらに血管のきれいっていうのは顔や見た目のきれいにも直結するんです。なぜなら血管が酸素や栄養を運ぶからです。ですからね、血管美人になって見た目も体の中身もね、いい状態、美しい状態にしていくためには、ある方法、栄養素を2つ取っていくことが大事になります。1つ目はビタミン D3、これで日光を1日20分浴びるとか魚を多く食べるっていうことで補充できます。そしてビタミン K、これは納豆とかほうれん草に多く入っております、ね、ぜひね、日光をしっかり浴びて、そして魚を多く食べて、納豆ほうれん草を多く食べるように意識してみてください。そしてこれをご覧のあなたが、血管の調子は良さそうなんだけども、それ以外のことでね、不調でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して触られるということに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体っていうのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木
曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。ライブ配信もぜひぜひご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。